続いては新型コロナ一口メモです。がん検診を一時中止する市町村や施設が増えています。今後の検診についてどう考えたらよいでしょうか。昨年やってて全く正常ないカメラの人だったら僕はやめてもいいと思うんです。ただ前回例えば胃の組織を取ったとか例のピロリ菌ですね、胃がんになるリスクの高い方はまあできれば継続していただくか。松本市の相沢健康センターは受診者の健康状態を事前に確認するなど対策を取った上でほぼすべての検診項目を続けています。新型コロナの感染は心配ですが、がんなどの病気の見逃しはできる限り避けたいという考え方です。松本市でマンモグラフィーが2年に1回なんです。だからここでやめると合計4年間先になりますよね。まあ、当然そこに超音波、乳房の超音波検査がありますのでそれをやっていただけばいいんですけど、もし4年間それをやめた場合ですね、やっぱりある程度のリスクが出てくると思います。ポイントはがんのリスクを抱えているかどうかです。今年検査した方がいいと言われている人は新型コロナの波が落ち着いてからでもいいので忘れずに検診を受けましょう。